皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、キュウリの美味しい季節がやってきましたので、ご飯との相性抜群で、パリッパリポリッポリ食べられて止まらないぐらい病みつきになるキュウリのレシピを3品まとめて紹介させていただきます。今回紹介するレシピは以前紹介したものばかりなんですが、作り置きもできてめちゃくちゃご飯進むやつなんで、ぜひご飯のお供に採用してください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちらキュウリを2本、だいたい普通のサイズで OK です。このキュウリの方はしっかりきれいに水洗いした後に、清潔な布巾やキッチンペーパーなどでしっかり水分を拭き取ってください。そうすることでね、保存しておいた時に結構日持ちするようになります。はい、そしてこちらが今回の味付けの調味料です。ごま油大さじ1杯、ポン酢大さじ1杯、もうお好みのものを使ってください。豆板醤小さじ1杯から2杯、辛いのがね好きな方は小さじ2杯ぐらい入れて、ちょっと多めにしておくと刺激も強くなって最高です。こちらチューブタイプのもので構いませんので、すりおろしにんにくを小さじ1杯、お塩小さじ1/2杯。材料は以上です。はい、まずはきゅうり。ちょっとねやっぱ食感がパリパリしてる方が美味しく感じますので、ちょっと分厚めの輪切りにしてください。そうね、1センチぐらいかな。はい、こちらきゅうりの方を切り揃えましたら、ちょっと厚手のね丈夫なビニール袋を用意してください。この中にきゅうりをすべて入れます。そしてここにお塩も一緒に入れてください。はい、この状態でまずはお塩が回るように全体的にフリフリします。まあ30回ぐらいで構いませんので、袋ごと振って、はい、こんな感じ、お塩をきゅうり全体にまぶしてください。はい、こちらねきゅうりにお塩をまぶしたら、まあちょっと平らなところに広げます。まな板の上なんかで構いません。そしてこのきゅうりを、まあ綿棒ね、こういうものがあればやりやすいんですが、まあ何でもいいです。ちょっと瓶とかそういうものを使いながら、上から軽くねこうやって叩いてください。はい、こんな感じ、軽くで構いませんよ。ちょっとね割れても構いません。軽く潰すという感じですね。ちょっとキュウリを叩いてひび割れやあれを起こした方がね、断面がたくさんできて味が絡んで馴染みやすくなりますんで、軽く叩いてね、まあ潰すというか割るというぐらいで構いません。こんな感じね、ちょっと割れたのが出たかなぐらいでいいです。そしたら袋の空気をできるだけ抜いて、ちょっとこうもみもみしてください。これ30回ぐらいでいいです。あまり強くやりすぎると潰れちゃうんで、全体的にちょっともみもみしちゃいます。はい、 OK。 この状態で30分置いといてください。はい、こちら30分ほどしっかり塩でなじましたきゅうり、少しねふにゃっとしんなりしてきていて、わかりますかね、結構水分が溜まってきてますので、この水分をしっかりとね絞り切ってください。このビニール袋の口を下に向けて、こちらねきゅうりの方をギュッと握り込む感じでぐーっと絞ってください。こんな感じ、わかります、水分がどんどんにじみ出てきますので、結構しっかりめに握り込んで、このにじみで出てきた水分を取り除いてください。この水分をしっかり切ることでキュウリの青臭さなんかもしっかり取り除けますので、美味しくねいい状態に仕上がりますので、しっかり水分は切ってください。はい、こちら水分の方を切りましたら、用意しておいた調味料すべて入れます。ごま油、ポン酢、チューブのおろしにんにく、そしてピリ辛の刺激を加える豆板醤、はい、すべて調味料入れてください。はい、あとはねこの入れた調味料が全体に絡むように、先ほどと同様ちょっと空気を抜いていただいて、全体的にもみもみとこう袋の中でキュウリと調味料を転がす感じね、優しく30回ぐらい全体的に揉み込んでください。はい、そうしましたらこの袋の空気をねギューッと抜いてください。できるだけ空気を抜いた状態で、もちろんすぐに食べても美味しいんですが、
このまま1時間は冷蔵庫でしっかりなじました方が美味しくなるんで、軽く冷蔵庫で冷やしてなじましていきます。一応この状態で冷蔵庫で保存しておくと5日から1週間ぐらいは美味しいピリ辛のね、きゅうりのパリパリ漬けが楽しめますんで、保存も効いて作り置きしておくとマジでご飯やお酒があっという間になくなっちゃうんで、ぜひ作り置きしといてみてください。それでは、キューム。はい、切り落とさないようにしてください。それでは材料から紹介させていただきます。きゅうり3本約 300g です。お塩小さじ1杯、お砂糖小さじ1杯、わさび小さじ1杯、塩昆布小さじ2杯、ごま油大さじ1杯、いりごま適量。材料は以上です。まずはこちらのきゅうり切り分けていくんですが、今回は味がね速攻なじむように蛇腹に切っていきたいと思います。こんな感じで片方の面に細かく切り込みを入れます。はい、切り落とさないようにしてください。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでね、切り込みを入れたらくるっと反転、切り込みを下に向けてください。そしたらこの状態で片方の面ね、こちらも切り落とさないように、はい、こんな感じで切り込みを入れていきます。これでね、きゅうりの蛇腹切り完成です。はい、オッケー。そしたら食べやすい大きさに切り分けていきます。はい、これもヘタの方は切り落としていただいて、2、3センチぐらいがいいですかね。もうポンポーンと切ってください。はい、こんなもん。これでキュウリの蛇腹切り OK です。こちらのキュウリね、蛇腹切りするときに失敗しないようにね、簡単にする方法は、こういう竹串などをキュウリの両サイドに置いてください。そうすると包丁がね、途中で止まるので、この状態で、はい、細かくね、切っていっていただいて、やっていただくと失敗しにくいです。もう慣れてくるとね、別にこういうのなくて切れるんですけど、はい、こんな感じで、串でそこまで切らないように、ストッパーを作る。はい、こんな感じで、全体的に片面から切り込みを入れてください。はい、こんな感じね。そしたらこの切り込み反対に向けて、こうまっすぐ切っちゃうと、切り落としちゃうんで、斜めにしながら切ってくださいね。こういう感じです。はい、すべて蛇腹に切ったら食べやすい大きさに切り分けるだけです。はい、こちら切り分けたきゅうりをビニール袋に入れてください。そしたらもう味付けしていくだけ。先ほど用意しておいた調味料をすべて入れてください。塩、砂糖、わさびね、はい、ごま油も入れる、塩昆布。そしたらこちらね、はい、袋ごとフリフリして全体的に調味料を絡めるだけです。はい、こんな感じね。ある程度混ざりきったらきゅうりを潰さないように優しく揉み込んでください。はい、軽く優しく全体にわさびと調味料をなじませる感じね。わさびが固まってるとめちゃくちゃ辛いんで、しっかり混ぜるようにフリフリしちゃってください。はい、ほんで優しく揉み込む。はい、たったこれだけね。全体的に調味料が混ざったら OK。 そしたらこの状態で袋の空気をできるだけ抜いてください。はい、もうぐーっとね、できるだけ抜いてくださいね。はい、この状態で口の方閉じて、冷蔵庫の方で、まあ30分から1時間馴染ませてください。もう蛇腹切りしてるんでね、あっという間に味も馴染んで美味しいんで、このまま冷蔵庫で冷やします。こちら、今30分ほど冷蔵庫で馴染ました状態です。はい、見てください。結構ね、きゅうりから水分が滲み出てきますので、これ袋の上からぐっと絞っていただいて、しっかり絞り切ってください。はい、水分切ったら完成。器に盛り付けて、いりごまでもパラッとかけといたら、マジで美味しいきゅうりのサビ漬け。それではキューム。それでは材料から紹介させていただきます。まずはこちらきゅうりね、今回は1本分の分量でいきますんで、たくさん作りたい方は何本か用意してください。ポン酢 100cc、チューブのおろしニンニク少し使います。乾燥の鷹の爪1本少しね、水につけておいてください。そうすると後からね、切りやすくなります。いりごま大さじ1杯ぐらいですね。材料は
以上です。ね、こちらキュウリ、やはり今回はね食感が大事なんでね、1センチ前後のね分厚めのサイズに切り分けていきます。そしてビニール袋に入れてね、分量外になりますがお塩をねだいたい2つまみぐらいこう入れて塩もみしていきます。ビニール袋にねお塩とキュウリ入れましたらね、フリフリしちゃってください。こんな感じでねキュウリ全体にお塩をねまぶす感じでフリフリしてください。この状態でねだいたい30分ぐらい置いといてください。そうするとキュウリの方から余分なね水分と臭みが出てきますのでね、その状態になるまでまずは30分置いておきます。キュウリをね塩もみしている間にポン酢とごまとおろしニンニクとこの鷹の爪をね混ぜ合わせてキュウリの漬けだれを作っていきます。こちらね鷹の爪の方は中の種を取り除いて輪切りにしてください。タッパーなんかを用意していただいてね、この中にチューブのおろしニンニク、これ適当で大丈夫です。好きな方はたくさん入れてください。このねニンニクの匂いが気になるなっていう方はね、あの別におろし生姜でも大丈夫です。生姜を入れていただいてもねすごく美味しくできますんで、お好みでニンニクか生姜か使い分けてください。そしてね細く輪切りにしておいた鷹の爪、いりごまですね。あとはここにポン酢、こちらを注いで混ぜ合わせておいてください。これでねきゅうりのボリボリ漬けの漬けだれの完成なんで、こちらの方にきゅうりの処理をしたものをね漬け込んでいきたいと思います。はい、こちらなんだかんだしている間にね30分経った塩をしておいたきゅうりね、こちらをまずはこう優しくね手で包み込んで1分ぐらいもみもみしてください。きゅうりが潰れちゃうんで優しくね1分ほどです。しっかりもみ込んでいきます。きゅうりの方をねもう1分ぐらい優しくもみもみしたらね、さらにきゅうりの中から水分が出てきます。その状態になりましたらね、キッチンペーパーとかきれいな布巾などの上に開けてください。こう分かります？すごい水分出てると思いません？はい、これをね優しくちょっと上から挟み込んでね、水分をしっかりとさらに取ってください。こんな感じね、上から軽く押さえつけて水分をしっかり取っちゃいます。これでねきゅうりの水分をしっかりと切りましたら、こちらですね先ほど用意しておいたこのきゅうりのボリボリ漬けのね漬けだれ、こちらの方にこの水分をしっかり切ったきゅうりを漬け込んじゃってください。もう今回はね1本分しか作ってないんで少ししかできませんけどね、5、6本一気に作っちゃうと作り置きもねできますし、これがあったご飯止まらないぐらいねうまいんで、たくさん作っていただいていいと思います。こんな感じでねしっかり広げて全体が浸かるようにしてください。ちょっと表面が出てる場合はね、上から少しねこうサランラップなんかをピタッとひっつけてあげて、こう落とし蓋の代わりですね。キッチンペーパーとかでもいいですけど、キッチンペーパーだとちょっとポン酢の方吸っちゃうんでね、
ラップなんかをピチッとこう上に当ててください。はい、あとはねもうこのまま蓋をして冷蔵庫で、そうですね、最低3時間はね漬け込みたいです。こんな感じでねしっかり蓋をして冷蔵庫の方で最低3時間、まあ、一晩以上漬け込む方が美味しいと思いますのでね、じっくり漬け込んで味をなじませてください。いやうまそう。今ね大体これ一晩ぐらい漬け込んだ状態です。まだ少しね色鮮やかな状態を保ってますね。やっぱ2、3日漬け込むことによって中までしっかり染み込んでむちゃくちゃ美味しいんでね、結構いっぱい作って作り置きしといてください。じゃじゃん。そしてこのきゅうりをご飯の上にも乗せちゃいましょう。このままご飯と一緒に食べたらめちゃくちゃ美味しいんでね。それでは今日もポーチャダキます。はい、ということでどうでしたでしょうか。お気に入りのレシピが見つかりましたらぜひ一回ね作ってみてください。ほんと食感もよく味わい深い絶品ばかりなんで、ちゃちゃっと作ってね冷蔵庫に入れて作り置きしておくと、ほんとご飯止まらないぐらいね美味しいんで、マジでおすすめです。このきゅうりのねパリパリポリポリと食感にハマっちゃいますよ。うますぎ。